こんばんは。7月14日はいかがお過ごしでした？こんばんは。今日も暑い日が続いてるんだぜ。明日は何の日のお時間が来ました？まずはヘッドラインからよろしくなんだぜ。 OK。 7月15日金曜日はこんな日となっています。お盆裏盆へ、中元、世界ユース技能デー、大阪港開港記念日、ファミコンの日、ホッピーの日、内航船の日、浦河夏いちごの日、チェーホフ期。それでは、それぞれの解説よろしくだぜ。お盆、裏盆へ、遠祖の霊を祀る行事です。8月じゃないのか？7月に行う地域もあるのよ。お盆というと、8月に行うところが多いのですが、7月15日に行う地域もあります。もともと、裏盆へが旧暦の7月15日なので、新暦の7月15日に行われたり、旧暦の7月15日にあたる日に行われたりしますが、大方は夏休み等で人の集まりやすい8月15日を中心に行われますね。中元、お中元を送るのか？そうね、お世話になった人に贈り物をする日よ。盆に合わせて、8月15日に行うことも多いようです。元来は、中国の道教に由来する行事で、旧暦の7月15日に行われるものでした。この辺、旧暦と新暦との違いで、ズレが出てくることが多いようだな。夏休みが、8月を中心にしているから、7月の行事を8月にずらしているってのもありそうね。もともとは、7月が夏の盛りで、8月になるとすぐに立秋よ。でも、それは、旧暦と新暦で1ヶ月くらいずれるせいもあるのよね。中元の話に戻すわよ。中元は、道教に由来する暦の区切りで、1月15日が上元、7月15日が中元、10月15日が下元で、合わせて三元と言います。第三元。由来がそこなのかは、不明よ。麻雀は詳しくないのでね。中元は、帰還大帝の誕生日であり、様々な罪が許される食材の行事が行われます。また、死者の罪が許されるよう願う行事でもありました。死者の罪が許されるよう願う行事が、仏教思想で祖霊を供養する裏盆へとなり、日本では神道と混ざってお盆になったとされます。帰還大帝への付け届けが、お世話になった人に対する贈り物に変化したのかもな。案外、そんな由来で贈り物を贈る風習ができたのかもしれないわね。世界ユース技能デー。2014年12月の国連総会で制定された国際デー、ワールドユーススキルズ。若者が職業技能を習得することの重要性を認識し、その支援を呼びかける国際デーです。学習プログラムや討論会などのイベントが開催されます。大阪港開港記念日。慶応4年1868年7月15日、安治川の河口に、大阪港が開港しました。大阪市では、7月15日の大阪港開港記念日と、7月19日の海の日にちなんで、大阪港港祭りを開催します。ファミコンの日、昭和58年1983年7月15日に、任天堂からファミリーコンピュータファミコンが発売されました。ファミコンは、家庭用ゲーム機として、爆発的にヒットし、現代の家庭用ゲーム機優勢の流れを作ったものとされます。ファミコンのゲームは、今とは比べ物にならないくらい、キャッチく見えるけど、今でも十分に遊べるような、面白いソフトがたくさんあるんだぜ。容量の制約が、かえって工夫を求められて、ゲーム性の高いソフトが作られていたのよね。今は、グラフィック技術が進んで、見た目はいいんだけどなんというか、写実的すぎて、認知能力を求められることも多いんだぜ。ゲームなんだから、記号でいいんだよと思うこともあるんだが、これは私だけかな？記号は記号で、臨場感がないし、わかりにくいわよ。ファミコンのグラフィックって、何を書いてるのかわからないものも多かったわ。時代の流れに、ついてけなかっただけなんだな。ホッピーの日、ホッピービバレッジ株式会社が制定しました。昭和23年1948年7月15日に、ホッピーの製造販売が開始されたことにちなみます。内航船の日、
日本国内の貨物輸送だけに使用される船を内航船と呼びます。外国まで航行する必要がないので安価で建造できるメリットがあり、日本の物流を支えてきました。日本で内航船を応援したいという人たちがインターネットを通じて話し合い、内航の内航715に見立てた語呂合わせより7月15日とされています。浦河夏いちごの日、夏いちごの PR のために制定されました。夏いちごを715に見立てた語呂合わせ。チェーホフ期、ロシアの小説家劇作家であるアントン・チェーホフの命日、1904年7月15日没、享年44歳。代表作にカモメ桜の縁などがあります。おまけのコーナーだぜ。夏は美味しい果物が多いから、夏が旬の桃ね。夏になると果物が美味しくなるのか、夏で暑いからみずみずしい果物が美味しく感じるのか、多分両方ね。桃は桃缶などで一年中食べられますが、生で美味しく食べられるのは梅雨明けから8月のお盆前くらいとされます。桃缶は風邪をひいた時のご馳走なんだぜ。子供の頃は桃缶のシロップが最高に美味しかったけど、年を取ると甘すぎて敬遠しちゃうわ。糖尿が気になって飲めないんだぜ。カリウムを多く含み、血圧を下げたりむくみの解消が期待できます。ペクチンやカテキンも含まれていて、成長や老化防止も期待できます。果肉の黄色い品種はカロテンが豊富なんだぜ。桃の葉にも薬効があるとされ、入浴剤にすると汗もやかぶれなどが緩和できるとして利用されてきました。桃のワチャってのもあったな。桃は中国では古来より不老長寿の薬とされてきました。新鮮のイメージも強く、桃源郷のようなイメージにつながります。日本でもそのイメージは伝わっており、桃の木が魔除けになったり、桃太郎といった形で不思議な力を持つイメージが定着しています。ちなみに桃は傷みやすいから注意が必要だぜ。スーパーとかでも桃に触らないでって張り紙があるように、外からの刺激に弱いところがあるからご用心だぜ。冷蔵庫で保存すると甘みを損なうことがあるから、常温で保存し、食べる直前に冷蔵庫で冷やすと甘くて冷たい桃が食べられるんだぜ。常温で保存するときはエアコンの風に当たらないように注意。風と乾燥の弱いので、完熟したら新聞紙などに包んで乾燥を防ぐといいぞ。今日はここまでね。明日の話の種になりそうなネタはあったでしょうか。7月にお盆をする地域があるっていうのは初耳だったぜ。日本古来の行事を新暦ベースで行うか旧暦ベースで行うかによって1ヶ月のズレが出てくることがあるのよね。お中元は閻魔様への付け届けだったんだな。それは私らが勝手に言ってることだから鵜呑みしちゃいけないわよ。そろそろ締めに入るか。そうね。このチャンネルは毎日18時に翌日の記念日についての動画を公開しています。明日が何の日か知っておくと、ちょっとした行事の意味が分かったりすることもあるぜ。毎日が特別な感じがして楽しいですよね。それじゃあ明日も特別な一日を。